それでは今日も、シリーズパウロを続けてまいりたいと思います。今日のタイトルは、クリスチャンというタイトルであります。実はさっきからですね、聖書のしおりが引っかかってですね、チャックが開かなくなって、この視界をしながらこれをさっきからやってたんですが、開いた。いや、聖書が開かなかったら何にもありませんから、大変なことになるところでありましたけれども、簡単にこれまでのいきさつを振り返っておきたいと思います。シリーズでお話をさせていただくと、喋る方はですね、とても楽なんですね。いちいちあんまり説明がいらないので、ただ聞かれる方は、一回飛ばすと、連続テレビドラマなんかそうじゃないですか、ね。今芋たこ軟禁やってますけどね、一回見逃すとね、大して進まないんですけどね、なんか一回見逃すとどうなったかなという式になるんですけれども、パウロのお話、最初はやはりどうしてもこの彼の、ね、歴史的なこともお話ししていかなければならないので、少しずつ振り返りながらお話をさせていただいておりますけれども、もともとパウロという人は、ファリサイ派のに属する、律法学者でありまして、当時の最高の教育を受けた、そしてまた非常に熱心な行動派の人でありました。そんな彼がですね、この一番おそらく人生で血気盛んな時に、ナザレのイエスという人物が十字架にかけられて殺された。もちろん彼はそのことを知っていたと思いますね。で、もう死んで、もう葬られて、やれやれと思ったら、なんと彼は蘇った。そして今も生きていて、彼こそが旧約聖書に約束されていたメシア、救い主であるということを、信じる、イエスの弟子たちを中心としてですね、そういう人が増えていったわけであります。パウロにとってはこれはもう大変なことですね。今流に言うと、カルトですから、正統派ユダヤ教の人たちから見るとですね、こんなあのナザレの大工が、十字架で殺されたようなやつがメシアであるはずがない、そんなことを信じるようなことを教えられては、これはもうユダヤ教にとって大変なダメージになるということで、彼はそういうことを信じている人、教えている人を見つけ次第、牢に放り込んで、おりました。しかしそんな中で、彼もおそらく議論したでありましょう。一人の教会の指導者であったステファノという人が、もう誰はばかることなくイエス・キリストは生きている、彼はよみがえった救い主だ、メシアだということを人々に語っていたんですね。で、パウロやまた他の学者たちはこのステファノを捕まえて、最高法院に連れて行ってですね、この男はが教えていることは大変危険なことだ、嘘の証言までして、ステファノを吊るし上げようとした。でもステファノは何はばかることなく、誰はばかることなく、このイエスのことを語ったんですね。長いイスラエルの歴史を踏まえながら、そして、イエスを、あなた方はイエスを殺したんだ、そしてかつて預言者たちを殺したのはあなたたちなんだと言ってですね、厳しく糾弾をいたしました。この話を聞かされた人たちは、もういとたたまれなくなりまして、ステファノを町の外に連れてってですね、石を投げて、殺したわけです。パウロは直接石を投げませんでしたけれども、石を投げる人たちの洋服の番をして、後ろからおそらく林立てるようなことをしてですね、いた。でもステファノがそんな中で、石を投げられ血みどろになっていながら、彼はひざまずいてですね、父を彼らを許してくださいと言って祈る姿を目撃していたわけですね。でもだからといって彼はそこで、自分の考えは間違っていると思ったわけではありませんでした。なおなおこの道のものを、なんとかこの道の教えを妨げたい、これをやめさせたいということで、なんとイスラエルの一番北の端の町ダマスコにもこれを信じる人がいる、教える人がいるという話を聞いてですね、
わざわざダマスコまで出向いて行ったわけです。ところがその町の手前で、まばゆい光を浴びて、そして目が見えなくなって、さらにそのサウロサウロと言ってこの彼に呼びかける声を聞くわけですね。私はあなたが迫害しているイエスである。そう聞いて彼はまあショックを受けるわけです。で3日間目が見えませんでした。飲まず食わずで、ぽつりと座っておりましたが、そこへ彼が捕まえるはずであったダマスコにいたアナニアというイエスを信じる者の一人がやってきて、彼の上に手を置いて祈るとですね、目から鱗のようなものが落ちて、彼は目が見えるようになる。彼はその肉体の目が見えるようになったわけじゃなくて、心の目が開かれて、ああ自分が迫害していたこの人たちの教えは間違ってはない、いやむしろイエスは生きている救い主なんだ、メシアなんだということを確信をいたしまして、それまでの人生を180度まさに向きを変えて、ダマスコで彼は逆にですね、イエスはメシアだということを人々に教える伝えるようになったわけですね。しかし、あまりにも彼が熱心にやったがためにですね、ちょっとやっぱりやりすぎるタイプですね、この人は。そういう人いますね。あそこまでやらんでもいいのにちょっとやりすぎてしまうので、周りの人から顰蹙を買ってしまう。でも周りのユダヤ人はですね、あいつはここにこの道のものを捕まえるためにやってたんじゃないのかと、逆に一生懸命宣伝してこんなことを秘められたらたまったもんじゃない。そこで、今度は逆にパウロが命を狙われるようになる。パウロはそれにひるまず語っておりましたけれども、パウロの弟子たちが、あパウロ先生ここで命を落とすことは得策ではない、ということで、パウロを助けてですね、彼を野営に乗じて、このダマスコの城壁からカゴに乗せて降ろしたんですね。で、パウロはその足でエルサレムに行きまして、エルサレムの弟子たちの仲間になろうとしたんですが、エルサレムの弟子たちもかつて、この道の者と見つければ片っ端から牢に放り込んでいたあのパウロですから、まさか、本当にクリスチャンになっているとは思えない、まあ、この道の者になっているとは思えないということで受け入れなかった。でもバルナバが、彼を引き受けてですね、彼は間違いなくイエスを信じるようになった、イエスの弟子になったんだ。で、エルサレムで弟子たちと同じようにこの弟子の仲間に入れられたんですね。で今度はエルサレムでまたパウロの伝道が始まるわけ、宣教が始まるわけですね。またやりすぎちゃう、まあ、あまりにもですね、もう誰彼構わず捕まえてはイエスはメシアなんだ、彼は旧約聖書約束されているメシアなんだ、救い主なんだ、あんまりやるもんですから、今度はエルサレムでも命を狙われるんですね。で、エルサレム、いやこれはまずい、このまま置いといたら今度はパウロがここで殉教してしまうということになってはいかんということで、彼を彼の故郷ふるさとサルソスへ帰らせたということであります。そこまでが先週のお話なんですね。もうこの話はしませんから、来週もまたこの話されるかなとずっとへきへきしている人がいるかもしれません。まあもうこの辺までしかやりませんので、でタルソスに帰ったんですけれどもね、そこからの今日はお話であります。聖書を開きいただきたいと思いますが、使徒言行録の11章の19節から26節です。使徒言行録11章の19節から26節をお読みいたします。新共同訳では新約の235ページになります。ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。しかし彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいて、アンティオキアへ行きギリシャ語を話す人々にも話しかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。主がこの人々を助けられたので信じて主に立ち返った者の数は多かった。この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣した。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。バルナバは立派な人物で
聖霊と信仰とに満ちていたからである。こうして多くの人が主へと導かれた。それからバルナバはサウロを探しにタルソへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。二人は丸一年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えた。このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。とそこまでであります。ステファノの殉教、そしてパウロも実はその最初は加担をしておりましたけれども、この道を者のイエスをメシアと信じる人たちのグループを、立法学者たちファリサイ派の人たちを中心として激しく迫害いたしました。で、ある者はエルサレムにいることができなくなって自分の故郷に戻る、あるいは国外へ逃げていくというようになっていきました。しかし、まあ、迫害によって教会はこう広がっていったんですね。宣教は広がっていくわけですけれども、で、その行った人たちはフェニキア、キプロス、アンティオキア、これはイスラエルからかなり北の方の、諸外国ですけれども、そこに行って、イエスのことを伝えた。ところがですね、彼らはユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかったと書いてあるんですね。どうして彼らはユダヤ人以外には話さなかったんでしょうか。いくらでも異邦人ですね、ユダヤ人以外の人たちはいたと思うんですけれども、でこれはですね、まだこの当時イエスをメシアと信じる人たち、イエスの弟子たちもこの教えは、あるいはイエスをメシアと信じるその福音というものはあくまでもユダヤ人だけのものだと、そう思っていたんですね。なぜならば、この主なる神、この全地を作りになった神様とが選ばれたのはユダヤ人ですから。で彼らは旧約聖書を持っており、そして律法を持っておりですね、神様と特別な関係にある自分たちは民族である。それ以外の人たちは無関係です。でメシアが生まれて、そして十字架にかかって死によみがえられた、これはあくまでもユダヤ人のためだと彼は信じたんですね。ちょっとなんか、ユダヤ人というのは自己中心というかですね、他の人のことは考えなかったなと思いますけれども、でも、まあ、彼らにしてみればですね、何千年もの間もう必死に立法を守り、神様との契約を、離れた時期もあるんですけれども、でも今この時期は一生懸命神様を信じようとしていた、その時期ですから。だから外国に行ってもこの話はあくまでもユダヤ人だけしていたんですね。ところが実はこの前の章にですね、使徒の10章を見ますと、使徒の十二使徒の代表であったペトロに対して神様が、異邦人であるコルネリウスという人のところに行ってこのイエスのことを伝えなさいというふうに命じられたという話が出てるんですね。でペトロも最初は、いや私は異邦人とは関わりたくありません、異邦人は汚れた人たちです、神様とは関係ない人たちですから彼らにこの話をしたいとは思わないと断ったんですけれども、神様がペトロに、私が清いと言ったものを汚れたものと言ってはならないと言われてペトロを使わされました。そしてペトロはしぶしぶコルネリウスのところに行ってこのイエスの話をするとですね、彼はそこで信じた。それだけではなくて五旬節の日、ペンテコストの日に起こったように聖霊がこの異邦人の上にも下って彼は自分たちの知らない言葉で話し出し神を褒めたたえるとですね、すごく不思議なことが起こったわけです。これを見てペトロは、ああこの福音というものは単にユダヤ人だけではなくて異邦人にも与えられているんだということに気がつくんですね。でその話をエルサレムに立ち返ってエルサレムの人たちにいたしました。でもそれはあくまでもペトロと一部のエルサレムの人たちだけが知ることだったんですね。だから諸外国に散らされた、イエスを信じた人たちはまだ異邦人に対して一生懸命にこの宣教しようとは思っておりません。ところがこの続きを読みますと20節に、しかし彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいてアンティオキアへ行き
ギリシャ語を話す人々にも語りかけ、主イエスについての福音を告げ知らせたと書いてあります。中には、ユダヤ人の中にもですね、もともとやはり外国の出身者、キプロス島やキレネから来た人たち、の中にはまあ、異邦人に話してもいいんじゃないかと、あるいは異邦人の友達がいたり、異邦人の知り合いがいたりですね、中には異邦人でもユダヤ教に改宗した人もいましたから、まあ、いろんな人がいたと思うんですけれども、まあ、中には私のようにあんまりこだわらないタイプのユダヤ人もいたんじゃないかと思うんですね、だからまあいいじゃないかと、でこう話をしてみるとですね、この異邦人もこのイエスのことを信じて、そして自分たちと同じように、悔い改めて、旧約聖書も知らない、律法も知らない、メシアの予言も何にも知らないのに、彼らは見事にそこで、神様を信じるようになった。そして、この主がこの人々を助けられたので信じて主に立ち返った者の数は多かったと書いてあるんですね。信じて主に立ち返ったっていうのはおそらく、それまで全く神様とは関係ない自堕落の生活をしていた人たちが、このイエスを信じることによって悔い改めて、そして、正しい生き方をしようとした。ユダヤ人と同じように神様に喜ばれる生き方をしようするようになったということじゃないかと思うんですね。で、そのことがエルサレムにニュースとして、まあ、噂がと書いてあります。この噂がと22節になります。この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきた。名古屋さん、すみません、あのエアコンを切っていただけますか。そこのエアコンを切っていただけますかね。ちょっと切ってください。はい。で、噂がエルサレムにもにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアに派遣したと書いてあります。またしてもバルナバなんですね。あのパウロがエルサレムの人たちの仲間入りをするときにもパウロを紹介したのはバルナバだったんですけれども、このアンティオキアで異邦人がキリストをイエスを信じるようになっているという話を聞いて、その様子を見に行ったのもバルナバでした。バルナバという人はここにあるように立派な人物で、聖霊と信仰とに満ちている、非常にまあ懐の広い人であったようですね。深い人であったようであります。で、バルナバが行ってみますとですね、そこに到着をすると、異邦人にも神の恵みが与えられていた。異邦人も自分たちと同じようにイエスを信じて、そして本当に新しい人物に作り変えられていた、改心をしていた、その姿を見たようですね。で、アンティオキアという町はローマ帝国第3の町と言われている大変大きな町でありました。第1はローマですね。2番目はエジプトにありましたアレキサンドリア、そして第3番目はこのアンティオキア、大きな町でありましたから、当然まあ、非常にこう道徳的に腐敗をしていた、堕落した町であったようなんですね。おそらくそういう生活をしていた人たちがイエスを信じて、自分たちの生き方を変えたんじゃないかと思うんです。そういうのをバルナバは見たんだと思うんですね。で、彼はこれを見て大変喜んだ。ああ、確かに異邦人も旧約聖書を知らなくても、律法を知らなくても、モーセ知らなくても、ダビデ知らなくても、このイエスを信じることによって彼は新しく生まれ変わっている。いや、これは素晴らしいことだということをバルナバは見たわけです。で、そこで終わらないのがね、このバルナバっていう人の偉いところですね。彼はここで、そうだ、パウロを連れてこようと思ったんですね。パウロは先お話したようにエルサレムで殺されそうになって、彼の田舎のタルトスに帰っておりました。実はこのタルソスというのはですね、ここに地図を作ったんですけれども、アンティオキアからそんなに遠くないんです。ちょっと復習の意味で見てみたいと思うんですけれども、エルサレムはここの一番下のところですね。これです。エルサレムの横にちょこっと小さいブルーがあります。あれが視界ですね。で、ここで、
最初にステファノが殉教する。でパウロもエルサレムにおりました。でもこの道をイエスを信じる者がダマスコにいるとき、ダマスコというのはね、ここなんですね。ここです。まあ書いてあるから分かると思いますけれども、イスラエルから300キロ弱ぐらいのところですね。でそこで、彼は悔い改めて、彼自身もイエスを信じるようになって、でここにちょっとぐるっと輪っかみたいになってますけれども、これはおそらくアラビアに行きましたということですね。もうちょっと南の方だと思うんですけどね。こんなに近いアラビアはないと思うんですけど、もうちょっと端っこまで行ってると思いますが、まあしてもその後ダマスコに帰って、宣教すると。でも死に、殺されそうになって、それでエルサレムに行きましたね。でここでもまた殺されそうになって、カイザリアというところに行ってですね、こっから船に乗って、彼の田舎はここです。この一番上、ここがタルソスなんです。でここにいたわけです。アンティオキアはどこかというと、その少し下のあたりですね。ここですから。でキプロスというのは、ここにちょこっと見えている島影が見えている、まあご存知だと思いますけれども、この島なんですね。ここなんです。だからアンティオキアっていう町が、まあ、いかにこの辺りで中心的な位置を占める場所であったかっていうのは、この地理的な感じからもわかると思うんですけれども、でバルナバはこのエルサレムからアンティオキアの噂を聞いて、アンティオキアまで行って、でもうタルソス、ここから200キロないぐらいのところですから、パウロがどうしているか様子を見に行ってみよう。そして彼はもともとこの外国の出身ですから、ユダヤ人ですけど、だからこれからお話しますけれども、当時の公用語であったギリシャ語はその堪能だったんですね、パウロは。そして異邦人たち、さっきもありますけどギリシャ語を話す人々とありましたけれども、そもそもこのユダヤ人にしか話さなかったっていうのはですね、やっぱり旧約聖書っていうのはヘブライ語で書かれておりますし、ユダヤ人同士はヘブライ語であったりアラマイ語を話したんですね。でこのユダヤ人の言葉で伝えたと思うんです。でも異邦人たちはそういうこと全然知らない。ヘブライ語もわからないし、アラマイ語もわかりませんから。だから彼らのためにはやはりギリシャ語でこの話をしなきゃいけない。でバルナバももちろんギリシャ語を話したと思いますけれども、なんといっても外国の出身者であり、知的なレベルの非常に高かったこのパウロを連れてきて、ここでギリシャ語でこの異邦人たちに教えさせようというふうに考えたんですね。でわざわざタルソスまで行って探したんですね。まあ、今のように電話帳があるわけではありませんし、住所録があるわけでも電話があるわけではありませんから、大変だったと思いますけれども、まあ、ユダヤ人ですから、おそらくこの街道にね、安息日に集まってましたから、まあ、いくつかの街道をこう辺巡って、カクカクシカジカの人物はおりませんかということで探したんだと思いますが、パウロを発見して、そしてダマスコにアンティオキアに連れて、帰ってまいりました。でそこで、ギリシャ語の堪能なパウロと、そして、バルナバと二人で丸1年アンティオキアの教会にいて、多くの人々を教えたと書いてあります。まあ、再びパウロはここでこの、まあ、歴史の表舞台にね登場してくるわけです。だからバルナバがいなかったらパウロの働きはなかったと思いますね。これはさっきのシーンですね。そのアンティオキアで、イエスを信じる人たちがこのクリスチャンと、まあ、新教の聖書はキリスト者と訳してますけれども、前の聖書はクリスチャンというふうになっています。まあ、キリスト者というよりクリスチャンというふうに訳した方がいいと思うんですが、ギリシャ語ではクリスティアーノスというんですけれども、クリスチャンと呼ばれるようになった。で、さっき言いましたけれども、パウロはこの異邦人に対してイエスの死と復活の意味やイエスを信じて生きていくことをギリシャ語で教えたんですね。で、パウロによってこの福音、イエスの教えはギリシャ語になったんです。ここでギリシャ語というのはこの当時ローマ帝国の公用語でした。なんでローマ帝国なのにローマ語じゃなくてギリシャ語なのかというと、
ローマ帝国の一つ前、アレキサンダー大王がおりました。ギリシャ帝国ですね。で、アレキサンダーは彼が征服した地域に、自分の言葉を喋らせたんですね。ギリシャ語を喋らせた。そのために、その地域のその地中海沿岸の世界はですね、みんなギリシャ語を喋るようになりました。まあ、昔からこの征服者というのは自分の国の言葉を喋らせるんですね。日本もかつて、征服した韓国や中国、またアジアの国々にですね、日本語を教えて日本語を勉強させようとしましたね。非常に、むごいことをしたわけですけれども、まあ、昔からそういうこの人間の考え方は変わらないわけですね。でも、まあ、この当時はギリシャ語が公用語になっておりまして、世界の言葉になってたわけですね。で、パウロはここで、その、異邦人を相手に、まあ、誰はばかることなく、ギリシャ語でイエスのことを教えたわけです。で、そこで強調したことは何かというとですね、イエスがキリストであるということです。イエスがキリストである。そして、まあ、後で詳しくお話しますけれども、アンティオカの人々が、このキリストのことばかり、イエスを信じた人たちがキリストのことばかり話すので、周りの人たちから、あいつらはキリストのことしか言わないというのでクリスチャンと言われるようになったんですね。で、ちょっとこの、ね、理屈っぽい話で申し訳ないんですけれども、なぜキリストなのかっていうのはとても実は重要な話でありまして、キリストという言葉はこのヘブライ語のメシアという言葉の訳語なんですね。ヘブライ語ではメシアと言います。メサイアと言いますけれども、メシア。で、メシアというのは、油注がれたものという意味ですね。油注がれたものという意味で、で、このパウロの時代から少し遡った頃に、旧約聖書をギリシャ語に翻訳したんです。その時に、このメシアということという言葉に訳し直したんです。なぜかというと、このキリストという言葉はですね、もともとこの、クリオーというギリシャ語があるんです。ギリシャ語で油注ぐという意味です。油注ぐという。で、メシアというのは油注がれたものという意味ですから、このメシアをクリストと訳したんだと思うんです。でもこれはですね、聖書の特別な言葉なんです。特別な用語です。つまり、このパウロの時代、このクリストという言葉は、他の人に使われた言葉じゃないんです。だから、この当時の人たちがクリストスという言葉を聞いても油かけ野郎という意味なんですね。これ、油まみれのやつみたいな意味なんです、何それっていう感じですね、イエスはクリストスだ、油かけられてるんだ、なんかベトベトして嫌な感じのやつだなみたいな、まあ、極端に言えばね。でもこのパウロはですね、イエスをメシアだから本来ならばメシアという言葉を使ってもよかったと思うんですよ。でも彼はですね、ここに書いてるんですけれども、彼の手紙が、まあ、これから紹介してまいりますけれども、たくさん手紙を残しておりますが、彼の手紙の中には、彼がイエスをメシア、ヘブル語でメシアと呼んでいるところはね、ほとんどないんですね。あるいはイエスという単体で呼んでいるところもわずか35箇所しかないんです。それに対して、キリスト、イエスという呼び方が85回あるんです。そして、イエス、キリストという言葉が81回あるんです。なんでこれはキリスト、イエスとイエス、キリストがあるのかと。これはいずれお話しますけれども。また、キリストという言い方は、なんと244回あるんです。つまり、一人の人物を指す言葉ですよ、これは。なぜならイエスを指す言葉ですけれども、この人、イエスと彼が呼んでるのは、全体の1割にも満たないんですよ。全部足してみてください。足して割ってみてください。あえて、パウロはイエスという言い方をしてないんですね。むしろ、この人をキリストと呼んでるんです。で、これは、当時の人たちにとっては、耳慣れない言葉だったと思います。だけれども、この耳慣れない言葉を用いて、イエスは、救い主なんだと。救世主なんだと。そのことをこのパウロはおそらく意図的にですね、キリスト、キリストという言葉を使ったと思うんですよ。最初は耳慣れない言葉だったかもしれないけれども、このイエスを信じた人たちは、ああ、イエスはキリストである、救い主である、というようにですね、この言葉をだんだん、
自然に使えるようになってたと思うんですね。でパウロはなぜメシアと呼ばなかったのか、イエスを、つまりヘブル語の呼び方をしなかったのかというと、彼はこの異邦人にイエスの話をする中で、あるいは自分自身の体験を通して、イエスはただ単にユダヤ人だけの救い主じゃない、全人類の彼は救い主だ、そのことをですね確信していたので、あえてキリストという呼び方をしたんだろうと思うんです。福音書を見るとイエスはメシアだという呼び方をしてあるところがたくさんあるんです。もちろんキリストと呼んでいるところもありますけれども、でももしメシアという言い方をすると、なんとなくこれユダヤ人だけの救い主って感じがするんですね。ユダヤ人だけ、ユダヤ人に通用する。でもキリストという言い方をすると、これは世界で通用する言葉です。でも周りの人たちにとってこのキリストという言葉は、さっきから言っておりますように、これ変な感じの言葉なんですね。だから周りの人たちはこのキリスト、キリストって言ってる連中をクリスティアンス、クリスチャンと言って、これはバカにした言い方なんです。これバカにしたんです。何かというとキリストっていう、ギリシャ語でクリストです。キリスト、キリストを言ってる、ああもうあいつらはキリストバカだということで、クリスチャンって言ったんです。だから平たく言い直すと、貼り付けにされて殺されたユダヤ人を救世主と信じているバカな連中という意味なんですね、もうクリスチャンというのは、ね、今なんか日本でクリスチャンというと、なんかちょっとスマートな、ちょっとかっこいい感じしないですかね、あんまりしないですかね、そういう感じ、ちょっと逆に小バカにされてる、そんなことないでしょうけども、でもこの時代、何クリストス、クリスティアンスってクリスチャンってなんだよ、ね、油まみれ野郎みたいなんですね、もう断るごとにキリスト、キリスト言って、あいつは本当に変なやつだと、あのアンティオケの、あそこの地域に集まって、なんか歌を歌ったり聖書を読んだり、なんか大声で喋ったりしている連中、あれはもうクリスティアンスだ、クリスチャンだ、変なやつだ、そういう意味でこれは付けられた名前なんです。しかしパウロはこのバカにされた呼び方を実に喜んだんですね。そう言われることは彼にとってとても幸せなことだったんです。まあもちろん彼自身が自分はクリスティアンスだと言っているところは聖書にないんですけれども、例えばこのローマ書の一章一節には自分のことをキリストイエスのしもべと言ってるんですね。こういう表現はよく見受けられるんです。しもべというのは奴隷という言葉です、もともとは。まあ聖書は言葉を柔らかくして訳してあるので、奴隷ではなくしもべと訳してますけども、本来奴隷という意味なんですね。私はキリストイエスの奴隷である。まあそのキリストバカよりもっとひどい言い方を自分に対してしているわけです。でもそう言われること、そうであることを彼はとても誇りにしていたんですね。なぜかというと、彼にとってこの方キリストイエスは彼が最も信頼し、そして今この生きて働いておられる救い主であったからです。そのことを、異邦人にも、そしてもちろんユダヤ人にも知ってほしかった。そういう意味で彼はこのアンティオキアでキリストという言い方をするようになった。でもちろんこのことはですね、歴史的にいつ言い出したかということは分かりません。エルサレムでそういうふうに呼んでいたのかもしれないし、イエスがおられる時にも彼のことをキリストと言った人がいたかもしれないんですけれども、このおそらく、イエスをキリストであるとはっきり呼ぶようになったのはこのアンティオキアの時代からであろうというふうに思われているんですね。そのことは私たちに対してどういう意味を持っているのかということなんですけれども、このアンティオキアの信者たちはみんなクリスチャンと呼ばれ、キリストバカだと言われて、で私たちはじゃあ一体何と呼ばれているだろうか、あなたは周りの人に何と呼ばれておられるでしょうか、カネゴンだとか、カネゴンなんてちょっと古い言い方ですけどね、
口を開くと金の話ばかりですとかね、仕事中毒、ワーカホリックだとかね、愚痴魔だとか、もうなんかもうあの人の顔見たくない、あの人の顔見ると愚痴ばっかり聞かされる、嫌味であるとかね、これもちょっと古いですね、あのおそ松くんに出てきた歯の出てるシェーっていう嫌味、もう、ね、何かというともう嫌味たら嫌味を言われるんで嫌なんですね、いろいろあると思うんですね。どう呼ばれてるかってなかなかわからないですね、聞くわけにいかないですから、正直になかなか答えてくれませんしね、悪い表現だとね、でもクリスチャンだというふうに、周りの人たちから見られている、あるいは呼ばれているかと言うとですね、多分あんまりはいそうですと答える人は、ね、いないと思うんですよ。あの人はクリスチャンですと、どっちかというと隠れキリシタンみたいですね、隠しているというのが多いかもしれませんが、でもこの自分がクリスチャンであると人々に呼ばれる、もう馬鹿にされるぐらいそう呼ばれるということが、おそらく私たちに対して呼ばれる呼び方としては最も素晴らしいものだと思うんですね。でもそのためにはどういうことが必要かというとですね、イエスがあなたの私の救い主キリストであることを日々体験しなきゃいけないんですね。パウロがなぜキリストという呼び方にこだわったのかって、もう一つ理由があるんです。それはイエスという言い方はですね、このナザレのイエス、歴史上の人物を指す言い方ですね。つまりこれは過去の人物というそういう雰囲気を持つんですね。例えば私がここでイエスはというとですね、それは2000年前にパレスチナにいて、いた人物という感じします。でもキリストはというとどうかというと、今まさにこうその死からよみがえって今も生きている救い主というそういう意味になりますよね。パウロが強調したことはおそらくそこなんですね。ある一時期歴史の上に登場していなくなった一人の教師、宗教者ではない。から今も生きて働いておられる救い主なんだ。そういう意味で彼はキリストという言い方をしたんですね。そしてそのことは彼の目の前にいて多くのいたイエスを信じた異邦人たちがそのことを証ししたんですね。旧約聖書も知らない、モーセも知らない、律法も知らない、メシアのメロディも知らない、その人たちがイエスを信じて、そして今まさに生きている方としてこのキリストを信じ、キリストと共に生きている、キリストによって作り変えられていく、その姿を見ていた。そして彼自身も日々このキリストを体験し続けた。過去の人物じゃない、今の人物なんだ。今私たちのと共にいてくださって働いてくださる方なんだ。キリストイエスは今も生きて私たちを喜びと平安と愛で満たし、私たちの祈りに応えられる生きた神なんだ。そういうニュアンスがこのキリストという言葉に含まれています。もう口が酸っぱくなるというか、もう言い飽きるほどキリストという言葉を使いまして、ここはキリスト教会ですし、何かというとキリストキリスト言うんですけどね、そういう意味がこれに込められているということなんですね。そうじゃなかったらイエスでいいはずでしょ、イエス教でいいはずじゃないですか。違いますか、ね、ブッダが作ったから仏教でしょ、イエスが作ったらイエス教じゃないですか。本来は違うんですよ、キリスト教なんです。つまりそれはイエスは過去の人物ではなくて今も生きて働いている神であり救い主だという意味なんです。だからキリスト教なんです。だからクリスチャンなんです。今まさにクリスチャンというのはキリストを生きている人というプラスの意味に今私たちは捉えることができるんですね。本当の意味でクリスチャンになるためにはこのキリストを今私たちは救い主として日々体験する必要があるんです。これはとても大切なことです。私たちはともするとイエスにしてしまう。過去の人物、とってもいいお話でした。ね、参考になりましたみたいなんですね。
でも私は私、イエスはイエス、ね、本当に今私たちのこの心の中に生きておられる救い主なのか、このことを常に体験していなければならない。それこそが本当のクリスチャンなんですよ。だから私たちはクリスチャンと呼ばれよう、いやクリスチャンになろうというのがこのパウロのメッセージだと思うんですね。そしてまた彼自身はキリストに仕えるものだと自分を言いました。まあこの話はこれからもしてまいりたいと思いますけれども、キリストは今私たちの道に生きておられるだけじゃなくて、私はキリストに仕えるものに今なっているということを彼は喜んだわけであります。まあ、この有名なガラテヤの2章の20節、キリストが私のうちに生きておられるというですね、この実感、これがパウロの福音のとても大切なところです。イエスが生きていると言ってないでしょ、キリストが生きていると言ったんですね。つまり蘇って今もこの救い主が私のうちに生きている。最初は耳慣れない言葉だったけれど、今こうして世界の人たちがキリストと呼ぶようになったんですね。パウロのまさに目論んだ通りになったわけですね。でもこの言葉を単なるその言葉として使ってほしくないとパウロは思っていると思いますよ。この言葉には今も生きて働く救い主という意味があるんだ。私たちもこのキリストを今生きて働いている救い主として日々体験していきたいと思うんです。今私たちのうちに生きておられる。キリストは今も私たちのうちに生きておられます。お祈りをいたしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今日はアンティオキアで初めての異邦人の教会が誕生し、またその異邦人教会で初めて福音をギリシャ語で語り、またイエスをキリストと呼んだ、このパウロのメッセージを学ぶことができて感謝をいたします。彼らはあまりにもキリスト、キリストと口にし、またキリストのことしか頭になかった。だからこそ彼らはキリストバカとクリスチャンと呼ばれました。でもそれほどまでにキリストは生きて働いておられたわけであります。彼は私たちのうちに果たしてキリストは生きて働いてくださっているでしょうか。いや、私たちはキリストをお迎えしているでしょうか。私は私、イエスはイエス、そのように思ってはおりませんでしょうか。神よ、もう一度私たちはこの全世界をお作りになった神が私たちのために死んでよみがえってくださった、本当に何でもできる救い主が私たちのうちに生きておられる、このキリストを信じるものである、キリストと共に生きるものである、クリスチャンであるということを確認させてください。そして私たちの日々の生活の中で、どうぞ常に私たちのうちに生きておられる生けるキリストを信じ、またその声に耳を傾け、共に生きるものとならせてくださるように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。